はい、どうも、ジョーカーズのモモミとゆうです。俺さ、彼女いないじゃん。そう、まあ、まあ、そうだね。しばらくいないじゃん。やめろよ。かわいそうなやつじゃん。でもさ、やっぱこの世はさ、男と女しかいないから。いや、今増えてるからね。増えてんだ。いや、でも基本、基本はね、そうね、女と男しかいない。何が言いたいかって、俺も欲しいわけだよ。彼女、相手がね。相手がね。だから、俺のことをね、どんな人か、ちょっとでも知ってもらおうと思って。なるほどね。そういう企画？あ、そうだよ。個人の方でやってもらっていい？ちょっと、手伝ってくれ。っていう企画、恋愛100の質問してみた。おー。を、ちょっとやっていこうと思う。なるほど。はい。僕が主体で答えますんで、はい。問題をマネージャーが。僕は何してもいいですか？あ、じゃあ君もやるか。どっちがいい？一応やるよ。一応、じゃあやろう。で、面白そうな問題だったらボケるよ。オッケー。ということで、恋愛100の質問やっていきましょう。はい、やっていきましょう。では、1問目からお願いします。100ってやばくない？俺、字幕入れないからね。じゃあ声だけ。字幕入れないです。カットだけ。はい。では、いきます。今好きな人はいる？いない。いる。今まで付き合った人数は？それはちゃんと、それとももう、ちょっと学生時代のキャッキャンみたいなのも含めて。キャッキャン含めるでしょ。全部いこう、全部いこう。キャッキャン含める。キャッキャン含めよ。7。8。告白された人数は？3。4。告白した人数は？4。5。振られた人数は？6。2とか。振った人数は？2か3。2。彼女にまだ好きなのに振られたらどうする？あー、366日歌う。で、YouTube 始める。これ本当のことだ。浮気されたらどうする？仕返す。仕返す。好きなタイプベスト3。髪はロング。スリム系。面白い人。人間であり、女性であり、生きている人。ちょっと難しいなと思って。嫌いなタイプベスト3。ベスト3って難しい。尊重できない人、即断即決できない人、あとは価値観の合わない人。時間にだらしない人、礼儀がない人、空気読まない人。もし彼女に異性の友達が多かったら？別に問題はない。問題ないです。彼女が異性の友達と遊んでたら？人数による。同じく。彼女が元彼と会っていたら？都合による。一言言ってくれれば考える。それだな。うん。彼女の過去って気にする？気にしない。束縛できる？しようと思えば。そうだね。束縛は好き？俺はあんましない。ある程度は。嫉妬する？めちゃくちゃする。するかもしれん。嫉妬されるの好き？程度による。程度によるね。自分は彼女がいても異性と連絡取る？人による。人による。彼女がいても異性と遊ぶ？人による。人によって人数による。年上、多分、年下、どれがいい？今はもう何でも OK。 リアルだな。俺ね、昔は、年上が良かった。あることもあるからね。なんで？なんでって質問なの。なんで、なんででしょうね。とにかく欲しいから。自分が年を取るからじゃない。そうだね。何個下までならいける？13個ぐらい。最悪。5個下ぐらいだね。冗談で、まあまあ、5ぐらいかな。何個上までいける？15。てか、まずいくつ？24、25。彼女とはどんな関係でいたい？幸せで、楽しい生活。楽しくいいね。外見、内面、どっちが大事？内面。過去について、今まで本気だった人数は？どれも本気なんですけどね。3。本気になれたのが3。若いなりの本気って。あるよ、等身大のね。そうだから付き合った人数の7かな。その答え方ずるいな。誰も傷つけないもんな。そうだよ。これ以上の恋はないって思ったことある？あるよ。あるよね。失恋したことある？あります。失恋しかないよ。どれぐらい引きずる？1、2、3年。半年から1年ぐらい。傷を癒す方法は？ゲームする。やけ酒。友達と遊ぶ。今まで最高何ヶ月ですか？6年半です。2年と8ヶ月。
最低何ヶ月？2週間、半年。今でも元カノと連絡取ってる？取ってない。好きじゃなくても今何してるかなって気にする？気にしない。今までの元カノの好きだったところベスト3。最悪。好きだったところ。誰だ。そうだね。キンキンの人にする。そうだね。俺じゃあ言っていい？うん。気が利く、楽しい、明るい。まあ、そういう人を自分が選んでるからね。ね。楽しい、おしゃれ。おしゃれなんだ。自分を持ってる。逆に嫌いだったところベスト3。これ元カノ見せたらやばいよね。やばいよね。いやこれ俺なんかもうなんかいろいろ考えちゃった。嫌いなところ、ちょっとしたことですぐ喧嘩になる。どこ行きたいとか何食べたいって言った時にもう何でもいいみたいな。優柔不断的。そう、あとは価値観が。僕なんかベスト3難しいから、なんかあれだけど、怒ると黙っちゃう、話し合いができない。ぶっちゃけまだ好き？全然。半分いきました。お、もう半分いった？はい。意外とだね。おお。キュンとする行動は？異性に対してってこと？服とか袖掴まれる。それはあるね。髪を結ぶ瞬間とか。あ、わかる。いいかも。逆に萎える行動は？電車の中とか公共の場でこうやってメイクしてる人。なんか言葉遣いが汚い。うん。冷める瞬間は？自分の友達に対して失礼なことをするとき、なんか尊重できない人バカにしてくるような。分かる。ぶっちゃけ自分は重い？自分が重いかどうか。重いんじゃない？俺は多分重くないと思う。重い人ってどう思う？まあそれはそれでいいんじゃないですか。いろんな愛の形がありますから。そう。彼女がバレバレの嘘ついたな。お前嘘ついてんだろ。ふざける。分かってんだろ。ふざける。嘘つかれることある？でもそれ嘘って気づいてないから分からない。そうなんだ。分かんないから。だから嘘つかれたらふざけちゃうから。うん。あんじゃないですか。嘘つくことある？必要な嘘はあるよね。必要な嘘はあるの。うん。浮気ってされたことある？ちゃんとはない。うん、ないと思います。ないと信じたい。浮気はしたことある？ないです。マジでない。どこからが浮気？チューじゃない？飛び切りだね。自分は浮気症？いや全然。浮気したいなって思う時ある？ないです。ないね。もし今理想の人が現れたら？いや俺は必死で食らいつく。俺はもういるので大丈夫です。最近ドキドキしてる？ドキはしないね。甘えん坊？俺は甘えん坊だね、完全に。そうですね。甘えられたい？それもあるね。それもあるね。寂しがり？かなり。うん、寂しがり。メールか電話どっち派？意外とメール。ああ、メールだ。彼女と毎日連絡取りたい？取りたいね。必要なことが欲しい。そう、毎日会いたい。俺は会いたいかな。会えるならば。あ、ちょっと自分の時間も欲しいから毎日はちょっときつい。うん。駆け引きはする？駆け引き、あ、するかもね。ある、ある、ある。駆け引きって大事？大事じゃない、恋愛前は特に。大事だ。付き合う前とか。例えばどういう駆け引きする？いやもうこの一言言おうか言わないかみたいな。うん、相手がチョキを出すかパーを出すかグーを出すかって。世界中で行われてる駆け引きだよお前。愛されてるなって思う瞬間は？プレゼントをもらった時。あの具合悪い時に心配される時。まあ逆に冷められてるなって思う瞬間は？なんかこう何を話すにも相槌だけとか。経験？それ経験だね。まあそうだね、まあそれだな。話まともに聞いてくんないだろ。同棲とかしたい？いやそれはしたいよ。したいよね。自分はどういう人になりたい？立派なお父さん。総理大臣。告白されるならなんて言われたい？いやもうストレートが言うね。うん、好きです。うん、告白するならなんと言う？シンプルに言いますよ。片思いと両思いどっちが楽しい？どっちも楽しいんだけどね。総合的に見るとやっぱり両思いかな。そうだね。なんで？心配しなくていいじゃん。そうだね。取られちゃうかもとかさ。じゃあうち目線で言うな。でもさ、話してる人の方見ちゃうね。礼儀正しいからさ、俺は。YouTube 下手だね。ここ見ないといけないらしい。ここだね。辛い恋愛したことある？ある。ありますよ。それはありますよ。俺あれよ。俺あれ。飲んだ女医者いな。そうだよ。夜一人で泣いちゃう？泣いたことはある。あるね。どういう時に泣いちゃう？布団入った時かな。
やっぱ布団入った時だね。寂しいと思う瞬間はどんな時？あのね、僕の仕事柄なんだけどね、どっか地方行った時かな、間違いなく会えない距離にいる時間、物理的に離されてる時に、あ、なんか寂しいなって思う。まあ、会いたい時に会えない。大好きって毎日言われたい？言われたら言われたら嬉しい。まあね。すごいロマンチックな人ってどう思う？いいんじゃない、勘違いしても。あ、いいと思いますよ。いいと思う。臭いセリフ言われたな。お前臭いね、お前それ。俺臭いセリフ言い返す。自分はロマンチック？多分憧れてるけどできない。そうだね。俺ほら下手くそだからそういうの。臭いセリフ言う？言うよ。めっちゃふざけてたけど。お前の心のフィルムに焼き付けりゃいいだろ。ふざけてるしでいいの？真面目だったら絶対言わないな。言わないようにする。最後までありがとうございました。お疲れ様でした。あ、以上ですか。あ、お疲れ様でした。これは何がわかるんですか？なんか半分ぐらいはボケてた気がするいや、ボケてないよ、リアルなんだもん。ミスどうすんの、見せたらやばいね。約100問の質問。約じゃない、100問の質問に答えてもらいましたが、まあちょっとでもね、僕のこと分かったんじゃないですか。まあそうね、うん、確かにそういう意味ではそうだね、うん、遠回しに言うとあれですか、彼女募集ってことですか。あー、そうかもしれない。視聴者に手を出すな。嘘、まあ、いいよ、それはそれでいいんだけど。いいと思うよ、だってそのちゃんと恋愛になるからいいと思うよ。こういうYouTube の力で彼女を作るのはあんまり好きくないね。うん、そう、あくまでこれは僕のことを知ってほしいって動画なんで、うん、顔がニヤニヤしてんだこれ。だからね、ほら少しでも知ってもらえるかしら嬉しいじゃん。まあ、じゃあこのね動画を通してももみくんに興味がある人はね、ぜひ Twitter かなんかで連絡してあげてください。